すんげえ、なんじゃこりゃ。7時9分ですね。ここはね、三ツ俣の駐車場です。今日は長ヶ岳に登ってこようと思って、来てます。昨日夜通し運転してきたんで、非常に眠いんですが、ゆっくりゆっくりね、時間はたっぷりあるので、まあ、通常の倍ぐらいのペースで登ってきたいと思います。はい、三ツ俣の登山口に着きました。はい、今ここですね。長ヶ岳に向かいます。はい、最初はね、多分この渓谷沿いを乗ったり乗ったり行くんだと思うんですけど、まあ初めての道なんで、まあ、ペースをね、上げたり下げたりしないようにゆっくり行こうと思います。はい、ここでね、こっち行くと長で、こっち行くと常連ですね。常連遠いね、7キロだって。まあ長も6キロだからね。はい、なるべくゆっくり行きましょう。怖えよ。はい、橋渡って今度川が右手ですね。はい、力水だって、最後の水だ。最後の水場。まあ飲むのはまた次回ということで。ああ、日が出てきた。あのね、登山口では気温がね、4度だったんですよ。で、今ね、見ると10度になってますね。だいぶね、汗ばんできた。あ、でも晴れてよかった。ずっとね、週末は、特にね、土日は
台風が来たり大雨だったり、10月はほとんどそんな感じでしたからね。まあ、僕も含めてね、山登らーの人たちは多分ストレス発散で相当の人が山に入ってるんだと思います。晴れてよかった。おお、これがかの有名な、ゴジラの木だ。ゴジラ見た。ああ、うん、ゴジラだ。私も途中。はい、おどんなどんな、それによって考えるちーちゃんが汚すさ、休憩しましょう。はい、9時50分ですね。豆内平を出発して、蝶ヶ岳出店の方に向かいます。結構ね、人数的には2、30人は余裕で休憩できるぐらい、まあ、平らなとこでしたね。いい休憩地でした。さあ、こっからちょっと下ってですね、またぐーっと、まあ、登り返すというか、こっからが本番なんですけど、コースタイムは2時間40分って書いてあったな。はい、こっからですね、まあ、本当の登りに入るという感じですね。はい、じゃあまたゆっくり行きます。はい、ちょうど標高2000m、 10時9分。ああ、まあ半分け。もう沢だ。わあ、少し開けた、気持ちいい。わあ、あれは常念じゃないですか。
や、常念が同じぐらいの高さになってきた。はい、第2ベンチだって。第1ベンチが分かんなかったけど、標高2350、ちょっと1分だけ休憩。12時31分最終ベンチ。はあ、やってきたね、うん、こっから今2500を超えました。あと 100m ちょっとだね、うん、あとね、頂上まで高さで言うと 780m。 いや、超疲れた。いや、設計みたいになってる。はい、大滝山田の分岐ですね。あっちは安曇野かな。うん、もうすぐ頂上ですね。いや、不足の影響か、もう年のせいなんだか、フラフラなっちゃった。いやー、絶景だねこれ。あ、赤い建物が見えますね。あそこだね、長ヶ岳って。お天章なんか真っ白けだよ。あの向こうがつばくろが見えるね。すげえ。おー、あー、うわ、なんじゃこれ。来た。19分ですね。山頂あれか。山頂行ってみよう。よいしょ。よいしょ。よいしょってのは恥ずかしくないよね。うわ、すげえ、すんげえ、なんじゃこりゃ。はい。はい、目の前はね、誰かどう見ても小宝連峰ですね。この下がね、そこが厚田川ですね。で、こっち行くと上高地。はい、はい、
あの槍沢登ってったんだよね。でずっと来て、はい、常連とかポテンションつぶくって持ってきたの山々ですね。素晴らしい。はい、蝶です。はい、1時26分蝶だけ山頂です。槍沢南岳あたりも真っ白。ただそこから北行くとそんな白くはなってないんだね。超疲れた。はい、今ね1時51分なんですけど、今日は蝶ヶ岳ヒュッて止まらずにですね、ピストンで、三ツ俣まで降りようと思います。明日ね別の山域ちょっと行く用事があるんで、今日降りちゃった方がいいかなと、嫌なとこですね。はい、ね、すごくいい展望でした。びっくりしたね。びっくりした。じゃあ、はい、蝶ヶ岳を後にして三ツ俣に降ります。